通常はこれぐらいの話し方で皆さんに語りかけます。通常はこれぐらいの話し方で皆さんに語りかけます。通常はこれぐらいの話し方で皆さんに語りかけます。私はパワーディレクターで普段の動画の編集をしているんですけども、昨年末にアップデートの通知が来たので新機能を確認してみたところ、 AI ボイスチェンジャーという機能が追加されていまして、自分の声をワンタッチで人の声に簡単に変更できました。しかも100人以上の声に変えられたのです。驚きですね。はい、今日はこの機能の内容紹介を兼ねて、どの程度使えるレベルなのか、クオリティを含めて検証していこうと思います。それでは行ってみましょう。パワーディレクターは動画編集ソフトとして世界中でなんと2億人以上のユーザーがいるメジャーなソフトウェアです。シェアトップクラスなので、ソフトとしての完成度はもちろん高くて、初心者にも使いやすくて良質な動画が簡単に作成できます。私が使用していて印象的なのはテンプレートや BGM の豊富さですね。はい、オープニングエンディングの動画なんかもテンプレートでありますけども、これがまあ数千種類ありますので、まあ、じっくり選び出したら本当日が暮れるレベルです。はい、AI の技術を使った機能がどんどん追加されている部分も魅力の一つでしょうか。はい、今回紹介するのはその中の一部の機能ということになりますが、 AI ボイスチェンジャーですね。パワーディレクトリーにはもともとボイスチェンジャーの機能がありまして、ボーカル変換機能という機能が搭載されていましたが、実際これ実行してみますね。今私はパワーディレクターで普段の動画の編集をしているんですけど、昨年末にアップデートの通知が来たので新機能を確認してみたところ、 AI ボイスチェンジャーという機能が追加されていまして、自分の声をワンタッチで人の声に簡単に変換できました。これは男性、女性、子供、ロボット、アヒルの5パターンプラスカスタムみたいな、そんな感じの、まあ、機能だったんですけどね。明らかにボイスチェンジャー使ってますっていう声ですよね。わかりやすいです。これが、まあ、2023年の12月に、パワーディレクトリーの365の方ですね、この最新のバージョンで AI ボイスチェンジャーという新たな機能が追加されました。これは100人以上の架空キャラクターのプロファイルを使用して、録音された音声を瞬時に変更することができる AI を使用した新たなボイスチェンジャーです。はい、では実際に使っていこうと思います。このオーディオトラックの方にデータをセットするんですけども、純粋な音楽ファイルの MP3 とか WAV ファイルでも大丈夫ですし、映像が入った MP4 のファイルでも構いません。直接声を録音する場合は、マイメディアから録音、ナレーションの録音の方を選択していただいて、録音ボタンを押してトラックの方を選択すれば、直接ここで声が録音できますので、この方法でも大丈夫です。では実際に事前に録音しておいた音源がありますので、これをセットします。これ一回聞いてみますね。はい、再生します。ゆっくりと静かに会話は始まり、通常はこれぐらいの話し方で皆さんに語りかけます。苦しさも声で表現しつつ、テンションが上がってしまうこともありますが、今後もよろしくお願いします。はい、このような音源ですね。はい、まあ、若干感情を込めたりとか、ゆっくり話してみたりとか、まあ、いろいろと話し方を変えてみたんですけども、こちらをじゃあ変換かけていこうと思います。これをまず音源を選択してですね、編集をしまして、音声のメニューが出てきますので、この AI ボイスチェンジャーですね、こちらの方を選択しますと、キャラクターがいっぱい出てきますね。これがまあ大体100種類以上、あるみたいなんですけども、まあ、中にはそうですね、日本人もいれば、こうアメリカ人っぽいのがいましたり、中国人っぽいのがいましたり、人間じゃないやつもありますね。メガホン、電話とか、リス、アフィル、ロボットなんかもありますね。はい、じゃあまずは例えばこれを選択すると、再生位置から約5秒間のサンプルですね、サンプルを作るためにレンダリングを開始します。で、少し待っていると、ゆっくりと静かに会話は始まり、通常はこれぐらいの話し方でみたいな感じでサンプルが流れますので、よろしければ適用のボタンを押します。はい、そうするとこの選択された音源ですね、こちらの方がすべて、レンダリングされて音声が変換されていきます。で、今終わりましたので、これで一回再生してますね。はい、ゆっくりと静かに会話は始まり、
通常はこれぐらいの話し方で皆さんに語りかけます。苦しさも声で表現しつつテンションが上がってしまうこともありますが、今後もよろしくお願いします。はい、聞いていただきました。これ私が話した言葉は完全にこのキャラクターの純子さんという方の声で話をしてくれるというような感じでボイスがチェンジされました。はい、でこれボイスチェンジされるとここですね、ここにボイスチェンジャーってマークがつきまして、チェンジされてますよっていうのがわかるんですけども、でこれ実際に、このボイスチェンジャー変更したいよって時、キャラクターですね、ここをまあ例えばこれ人間の声で、日本語を喋る人で男性でってやればこう絞っていけますので、こういう形で選んでいくこともできます。これ人によっては話し方がちょっともごもごってしまったり、何言ってるか分かんなかったりするパターンもあるみたいなので、いろんな人のパターンで、検証してみようと思います。じっくりと静かに会話が始まり、通常はこれぐらいの話しかかる皆さんに語りかけます。苦しさは声で表現しつつテンションが上がってしまうこともありますが、今後もよろしくお願いします。じっくりと静かに会話が始まり、通常はこれぐらいの話しかかる皆さんに語りかけます。苦しさは声で表現しつつテンションが上がってしまうこともありますが、今後もよろしくお願いします。ゆっくりと静かに会話を始まり、通常はこれぐらいの話し方で皆さんに語りかけます。苦しさも声で表現しつつテンションが上がってしまうこともありますが、今後もよろしくお願いします。ゆっくりと静かに会話を始まり、通常はこれぐらいの話し方で皆さんに語りかけます。苦しさも声で表現しつつテンションが上がってしまうこともありますが、今後もよろしくお願いします。ゆっくりと静かに会話を始まり、通常はこれぐらいの話し方で皆さんに語りかけます。苦しさを声で表現しつつテンションが上がってしまうこともありますが、今後もよろしくお願いします。はい、続いては少しもう少し早く、話してみるのと、和製英語ですね、ここら辺を話してみようと思います。じゃあまずは、元の音源を再生します。早い段階から割と早口で言いたいことを行き急ぐかのように話し出します。世の中ギブアンドテイクが大事で、リスペクトするあの人にバースデーソングを歌います。早い段階から割と早口で言いたいことを行き急ぐかのように話し出します。世の中ギブアンドテイクが大事で、リスペクトするあの人にバースデーソングを歌います。早い段階から割と早口で言いたいことを行き急ぐかのように話し出します。世の中ギブアンドテイクが大事で、リスペクトするあの人にバースデーソングを歌います。早い段階から割と早くして言いたいことを行き急ぐのように話し出します。世の中気持ちってとかであって、リスペクト知らぬしにバースデーソングを歌います。早い段階から割と早くして言いたいことを行き急ぐのように話し出します。世の中気持ちってとかであって、リスペクト知らぬしにバースデーソングを歌います。はい、早口になっていくとやはり少し聞き取れない部分も出てきますね。はい、続いては、人間でないものですね。ここら辺のもうダイジェストで検証していこうと思います。早い段階から割と早くして、早い段階から割と早くして言いたいこと、早い段階から割と早くして言いたいことを、はい、続いては私、日本人が話す英語で海外のキャラクターに変換していこうと思います。The conversation begins slowly and quietly. Normally, I would have a conversation in this tone. I would like to stay positive and have a fun time with everyone. The conversation begins slowly and quietly. Normally, I would have a conversation in this tone. I would like to stay positive and have a fun time with everyone.The conversation begins slowly and quietly. Normally, I would have a conversation in this tone. I would like to stay positive and have a fun time with everyone. はい、続いてはネイティブの外国人が話す英語の元音源を聞いてもらいます。Who naturally smile when they see another human being, who want to engage, who are in their hearts, who have high emotional IQ, who look people in the eye. And what I'm going to argue today is that having good judgment, making accurate predictions, making good decisions, is mostly about which mindset you're in.
who naturally smile when they see another human being, who want to engage, who are in their hearts, who have high emotional IQ, who look people in the eye. And what I'm going to argue today is that having good judgments, making accurate predictions, making good decisions, is mostly about which mindset you're in. Who naturally smile when they see another human being, who want to engage, who are in their hearts, who have high emotional IQ, who look people in the eye. And what I'm going to argue today is that having good judgments, making accurate predictions, making good decisions, is mostly about which mindset you're in. はい、いかがでしたでしょうか。まあ、私は普段マイクからすごい近づいて話すタイプなんですけども、この AI ボイスチェンジャーで変換した場合ですね、はもう少しこう、部屋が広くてマイクから距離があるような感じの音がしましたね。はい、それでもこの自分の声が100種類以上のキャラクターの声に変えられるっていうのはすごく面白い機能ですね。いろんなことに使えそうな気がします。皆さんもぜひ使ってみてください。それではまた。